山寺です。今ですね、西成に来ております。これからですね、銀次さんでちょっとね、食べ飲みしたいと思います。久しぶりの銀次さんです。行ってきます。今、銀次さんに来てるんですよね。今日はね、なんかの撮影っていうのはちょっとあんまり考えてなくてなかったんですけど、なんか銀次さんに来るとやっぱり撮影したくなりますね。美味しいもんだってね、いろいろ紹介したいから。ということでね、まずはね、ポンチューハイ、ポンチューですね。ポンチューいただきます。ポンチュー、うん、美味しい。でね、ちょっと食べてる途中なんですよね。途中なんですけども、イカ玉ちゃんね、こちらの名物です。もうこのイカ玉ちゃんめちゃくちゃ美味しいの。これイカ玉ちゃん、イカ玉ちゃん、いただきます。酔っ払いね。うまっ。お好み焼きの、お好み焼きと、あのなんていうの、あのイカ玉、イカ焼きか、お好み焼きとイカ焼きのちょうど中間みたいな感じ。うまいね、これ。うまっ。うん、それだけはもう大里から、まあ、なくなったけどな、選びもな。寂しい。まあ、もう死ぬけど。こちらですね、マルシンハンバーグの串カツですわ。これね、90円、マルシンハンバーグ ね、 でね、ケチャップがかかってるんですけど、上からね、さらにソースをちょっとねかけてくださいということで、ちょっとこうソースをこうやってかけます。かけすぎかな。で、これでね、ちょっといただきたいと思います。マルシンハンバーグ、マルシン、マルシンハンバーグ。こちら、マルシンハンバーグの串カツです。いただきます。うまい。なっ、あっ、ね、これだけは冷凍のカツ、マルシンハンバーグの串カツでめちゃくちゃ美味しいよ。あ、これかなり美味しいわ。うまい、うん、ポンチュ、あ、うまい。これマルシンハンバーグの串カツ美味しいね。なあ、うん、これは、あ、これ美味しいわ。うん、あり、かなりあり、かなりあり。これうまいこと考えましたね。めっちゃ美味しいわ。これ皆さん食べてください。めっちゃ美味しい、ほんまに。そうそう、いや、こういう食べ方があるのよ、分かりましたね。これかなりうまい。あの、マルシンハンバーグって串カツしたら美味しいんやなって思いました。初めてびっくり。めっちゃ美味しい。ゴミだらけや。あの、ね、保存せなもん、商売だ。保存せなもんだ。生もいかがのもんだ。ようやく投げ兵の顔に。最初分かれへんのかな。みんな、よー、ラジオで売れたら分かれ。最高。これですね、豚肉のすき焼き風ですね。なんと290円です。これもね、すごく美味しそう。めちゃくちゃね、見た目なんかこうすき焼き、やっぱりあの豚肉のすき焼きバージョン普通なんけど、糸こんにゃくとか豚肉とか色、卵も入ってね、これめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。ちょっといただきます。いただきます。女の人はみんな食べるの好きやからね。まあ、コロナもあるけど、仕事の人が多い。すごい。飲んでばっかりやね。あの、これね、ほんまに、あの、すき焼き風って書いてる。名前の通りのすき焼き風。うまい。
あか、あ、パー太郎さんが聞きありましたよ。パー太郎さん、久しぶりですよ。元気ですか？元気です。お手で、お手で冷たいみたいな。顔出し OK。全然の。顔出しめちゃくちゃしてます。全然 OK だもん。全然 OK。全然 OK。全然 OK。ああ、村ちゃんも村ちゃん。入っていいんですか？村ちゃんも村ちゃん、村ちゃんも久しぶりや。ありがとうございます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 。最高。山田さん何食べてるんですか？これなんか豚肉のすき焼き風と。風ですね。風ですね。なんか今なんかあのあれ花毛のおばちゃんどっか行ってもだよ。ババはもういいね。いいのいいの。それあかんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。オッケー、今日は切り張り2杯目のポンチュー切り張りです。なんで、あ、2杯目のポンチュー、もう今日はほんまベロベロで打てますよ。もう今日ね、何軒はしごしたやろ。1軒、2軒、3軒、4軒目やね。4軒目まだマシかもしれませんね。この、 あの豚肉のすき焼き風中のが美味しくて、うん、ま、卵の黄身の部分も結構やばいですよ。うまい、うまい、最高。今ですね、銀次さんで飲んできましたが、ここは楽しいね、楽しい。もういろんなもん食べて飲んで、もうベロベロです。今日はかなりベロベロでございます。それこそいつもね、山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、これマイク入ってんのかな。いつもありがとうございます。マイク入ってました。ということで、もしよろしければチャンネル登録と、チャンネル登録かお願いいたします。ありがとうございます。